結構走行費というか店舗内装かかった。今かかった多分全部。これはチーフクリエイティブオフィサーの石川亮さんにアドバイスもらいながら作って、いい感じやろ。もうオレンジで統一してオープンして、占いイベントやって2日後にこれだけ5000円っていうのも、実はオープン前から売ってたっていうね。これはね、いいよ。ナコさん、おはようございます。おはよう。初めて神戸西店ちょっとお邪魔させてもらったんですけどね。いいやろ。すごいいいっす ね。サイネージもめちゃめちゃでかくて、ブランドムービー流してね、ここでね。はい、まあ、オープンもこの間終わってやったね。お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。1000人以上来たって聞いたんですけど、結構、まあ、やらしい話、もう買ったんじゃないですか。いや、売ってないよ実はこのイベント。あ、売ってないですか。そう、3日間イベントやって、売買はでも買い取りしてほしいっていうのをやったけど、売ってないです。車を売らないイベントっていうのをやってて、そこでは儲かってないけど、はい、実は今月21日オープンしたけど、はい、今月も黒字になる予定です。そうなんですね、うん、意味わからないの。意味わからないませんし、うん、今撮ってるのが2024年の9月なんですけど、結構でかい店舗じゃないですか正直。そうね、結構広いよね、場所もいいしね。走行費というか店舗内装かかった、かかったって聞いてたんで。7000万かかった多分全部で。7000万。うん、その辺の店舗の経営のなんか戦略というか、はい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 、ちょっと聞ける前でちょっとぜひここ聞きたいなと思って。隠すことないから。初月黒字になった理由とかね。そうですね、なんでお金そんなかけるんかとかね。やろっか。じゃあ、いや、ぜひぜひ店舗のちょっと紹介も踏まえて、うん、確かに。じゃあルームツアーからする。はい、聞いていきたいと思いますいいね。じゃあそこから行こっか。あ、そこから行きましょう。じゃあ全然まだ未完成やけどね。これで未完成なんですか。未完成まだね。じゃあここから入ってみると、見て、はい、ここ交差点で、あそこ大倉谷インターってすっごい使うインターなんやけど、ここずっとこんな感じ、車がブワーって走ってて。確かに。もう夜とかもずっと渋滞してるね。すごい視認性がいいから、あの BC って書いてるやつ、はい、あれ内照式になってて光るんだけど、夜すごい目立つようにしてるわけ。オレンジのラインを腰から下揃えて、これはチーフクリエイティブオフィサーの石川亮さんにアドバイスもらいながら作って、いい感じやろ。オレンジで統一して清潔感ありますしね。ね、 BC とひっついてるから、これ BC も外すことにした。俺たちのブランド確立したいから、これは外して別のところに持っていこうってことで、とりあえず外すことにした。あ、これ外すんですね。そう、こういう柱とかもちょこちょこオレンジ散らばして、はい、ああいう謎の台とかも確かにオレンジしたりとか、はい、向こう見て高いよ、内装式の看板つけて。あれもこっち側からもすっごい遠くから、もう向こうの坂道上がってくるとか見えるようにしてます。ロゴが中から光ると。これ見て、これとかもう全部細かいとこやけど全部綺麗にした。石材というかこだわりを感じるんですけど、タイルの目も全部合わせてるから。そうなんですね。全部めっちゃ合わせてるから、めっちゃこれまっすぐ向こうに通ってるように。ああ、なるほどなるほど。夜になったらこのサイネージがさ、超巨大サイネージがもう向こうの方まで見えてるやん、はい、あのマンションの方から見てもバーって映ってるように。これも止まって夜見てたら、ここ止まった人はずっとサイネージ見てる。なるほど。そういう仕掛けにしてます。アバリカのブランドムービーが走行中も見れると。そう、ここはあの夜になったらパッと光って、みんなここで撮影するわけ。記念撮影こうやって撮ったり、はい、俺たちはカーセンサーとかホームページに車ここで写真撮ったやつ載せるじゃん。毎日何万人もが見てるわけ。それが、あ、この店かっていうのが一致するよね。走ってる人が、あ、写真でなんか見たことある、あのアルファード売ってるのってここだったんだっていうのが分かるようにしてます、うんうんうん、気になるのがこの下のタイルも。ローラーストーンって言って、アスファルトの上にこれ塗ってるんやけど、実はローラーストーンって言うんですか。かっこいいよね。アスファルトだったんやけど、もうどうせボロいから全部やり替えてるんやん、向こうも。元々はこっちのアスファルトと同じで、まあ別にやり替えなくても使えるんやけど、やっぱこう一回こうやんないと、もう心がさ汚れる気がしてここも見て、もうメッチまっすぐ合わせてるから。中のタイルと同じメッチ合わせてると。そうで、ここちょっとイベント直後でごめん、片付いてないんやけど、全部売約ご制約済みの車、売れた車の今ちょっと保管場所にしてます。これ全部売れてるんですね。そうで、本当は整備工場なんだけど、一旦これが整理ができたら、リフトが実は下にあって整備するようにしたいんですけど、整備士も募集してますんで。神戸西店整備士募集中ということで、はい、バーディカの整備士は給料いいですよ。ディーラーさんとか大手さんより給料いいですから、しっかり評価しますんで来てください。ぜひちょっと気になる方はホームページから。はい、でここに、はい、今まだちょっと途中なんだけど、見苦しくて申し訳ないんだけど、これが天井バッてできるよって途中なんだけど、今ここに置いてる車、入庫してまだ仕上げる前の車、そこに洗車機がバーンと来て。結構工場広いですからね、これもね、結構入るよね。ちなみにオープンして売らないイベントやって2日後にこれだけ5000円っていうのも、まあ実はオープン前から売ってたっていうね、仮オープンでこれだけ販売してたっていうのが僕らのすごいとこなんですけど、確かに後ほど解説します。まあ、オープン前から実は活動はしてた。そう、まあ、ここから説明すると、ちょっとこれカウンターでね、見てて、めちゃめちゃおしゃれですね。可愛いよね。壁とかももう全部これコンクリ風にしてて、とにかく色を使わないようにしたっていうのがポイントで、まあ、キーとかこれオープン直後やから置いてるけど、とにかく色を抑えて、俺たちのキーカラーのオレンジ、それを浸透させるために、もうオレンジ以外の色はとにかく使いたくないわけだから、この白とかグレーとかステンレスとかだけにしていって、全部かなり広くて、うん、いいよね。天井も僕結構好きで。あ、そう、面白いやろこれね。実はね、はい、ここは天井あるやろ。 ありますね。こっちもあるやろ。はい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 、こっちだけないやろ、ここだけ。あ、確か真ん中だけないよ。実はそっち木造なんよ。あ、そうなんですか。こっちも木造なわけ。途中で足してるらしくて、つまりこういうのが出てこないわけ。そっちはここだけ出してもしゃあないから、出さなくていいでしょって言われたわけ、施工会社から。なるほど。いや、出せと。そこはこれがいいんだと。もう全然違うで、このラインがパッと取っててさ、
しっかり線も通ってて吹き抜けっぽくない、まあ、ちょっとでも高い方がいいから、高さで言うと広く見えますからね。中途半端に隠して今風するんじゃなくて、こう両方古いのと新しいの混ざる方が絶対いいなと思う、うん、もうこれも亮さんにアドバイスもらいながらだったんやけど、買うやろ。こっちはもうこの上はね、木のベニヤみたいなの出てたから、もうこうするしかないから、こうした柱とかも一つ一つ鏡になってて、めちゃめちゃおしゃれですね。そうこれね、その元々でもディーラーさんだったから鏡になってたから、これはそのまま生かして、はい、これに合わせてステンレスの素材とか全部合わせてやった感じ、うん、生かして、ね、床から全ておしゃれですね。商談テーブルも今回からもこだわっていいやつ使おうってことで、お客さんが触れるやつが ESM ハラって知ってる？え？金額を言うといやらしいからま調べてください。 ESM ハラっていうテーブルにしたし、これはジャン・プルーベっていう建築家の元デザイナー、有名なプルーベって言うんやけど、そのプルーベの椅子をオレンジ塗って、いろんなあのおしゃれさんの友達とかが DM 来て、え、プルーベ塗ったみたいな、まあ、塗るような椅子じゃない、オレンジが揃って綺麗じゃん。あとハラのいろんなものをちょっと置いてオレンジ散らしていこうと思うんやけど、これこっから考えていきます。冷蔵庫も塗った、はい、冷蔵庫かわいいこれどうしたんですか中古で買って塗ったけど、かわいいやろ。前はさ自販機だったんやけど、はい、もうそんな時代でもないかなと思って、なんかダサいじゃん。こっちとか楽しくない、選べるし。いいっすね。これお客様はじゃあそう好きなの取りなって言って、子供とかが自分で選ぶのが楽しいじゃん。楽やし、オペレーションも楽やし。キッズルーム、はい、キッズルーム。これオレンジがこれで、まあ、とりあえず一番近いのがこれだったかしたんだけど、はい、気に入らないからこれ色変えます。もうライトグレーにします。これ、まあ、ちょっと暗めのオレンジですもんね今は。うん、ライトグレーにして逆にオレンジのもので配置して遊んでもらえるような、うん、ずっと子供が絵描いてね遊んでるよ。めちゃめちゃでかいホワイトボード入ってます。いいよね、このサイネージも。これはねいいよ。めちゃめちゃ金かかってますね、うん、これ600万。高松はもうちょっと大きかったかも。これさらに店舗によるやん。ここはさもうめちゃめちゃ抜けて、この人たちが全部 見るわけ夜になったら、うん、結構ずっと渋滞しますもんね。そう、もうみんな見てるから。他の車さんとは違うじゃん。もう俺たちはその車右から左流すんじゃなくて、人生に愛車をっていうのを届ける役割として、こういうスタンスですよってバッと入ってきた瞬間に見てもらう、うんうん、お客さんがここで泣き出した人とか結構おるらしいよね。俺たちはこういうもんですっていうのをやるし、はい、社員も新しく入ってもこれを毎日見るわけじゃん。右から左物流して、じゃあ10万儲かった20万儲かったじゃなくて、はい、お客さんの笑顔の量とか思い出を作る役割なんだよっていうのを浸透させるため、カルチャーとしてすごい本質的なところを伝えるために、社内外ともにね、はい、俺も含めて、うん、ずっとこれをやるために設置したと。お金もう全然だから何千万かかったけどね。こうやってブランドができていくんやと思うよね多分。なるほど。ブランドっていうのは顧客との約束やから。バディカのブランドのメッセージというか。そうで、さあ進んでいき、まあ、あとでもこの辺トイレとか、うん、広い。そうで、はい、あ、こっちから行けるとそう、ここはまあこれからミーティングルームとして、はい、こう何置こうかなって感じ。いいっすねこういうところ。いや見て、本当だ、こっち側はちょっといいかどうかは別として、こういう感じで、あ、本当だ、壁に全部。これ棚は入れたんですか、それ入れた。もう全部これに合わせて施工してもらった。なるほど。ごちゃごちゃするの嫌でね、車屋さんごちゃごちゃしがちですからね。そうだからここはもう作ってもらった、これように。これ特注なんですね。じゃあ特注、これ元々はさ、うん、ディーラーさんだったんやけど、ここを元々隠してたんや、螺旋階段。あ、そうなんですか。包まれててここら辺は壁あったんや。逆にね、俺はもうだから出したわけ、これ、うん、かっこいいですよね。かわいいじゃん。こういうのも出したし、この柱、この柱気になってました。邪魔だったんやけど、あえてこれむき出しにして、はい、これはね FR2 のパクリですこれ間に合わなかったんだけど、はい、ここにショーケース、ここがバーっとこのまま伸びて、うんうんうん、この辺まで、でここであのグッズ売ろうと思って今作ってる。あ、そうなんですか。いいですね、いろんなもの。今度ステッカーとか、まあ、他の洗車グッズとか、これからアクセサリーとか、うん、いろんなもの売っていくんだけど、それをこれで売っていこうと思ってって感じかな。このお部屋ちなみに何でしょう、うん、あ、これ2階、関西のさ機関店にここはしていきたいんだけど、すごい広いなね、会議室。なるほど、よかった、綺麗にしてるわ。ちょっと今抜き打ちちゃったんです、うん、ここドキドキしました。そうそう、すごい広い。ちなみにここはもともと仮オープン時に商談スペースとして、ここ活用した工事してたから、今休憩所としてあるけど、まあ、もうちょっと綺麗にしてゆっくり休みをしてあげたいけどね、うんうん、手が回ってないけど、これからすごい十分よね。でここでコールセンターとか作りたいよ。だからまたあの募集させていただきますけど、フライングでエントリーしてくれても大丈夫です、はい、コールセンターとかしたい人とか、アシスタントとかジムしてくれる人もしいたらウェルカムなんで、ぜひ来てください。ここが面白いよ。この部屋可愛いやろ、どうするかなと思って、すごい考えてるわけ。秘密基地みたいですね。そう、見て、ここから工場が見れるわけ。あー、なるほど。ここどうするかなみたいな。ここの使い方、子供しか入れない部屋にするとか、なんか考えてるわけ。なんか良くない？めちゃめちゃいいですね。考えてる今。これがラッセン階段で降りてくるという感じですね。ここからラッセン。かわいいよ。いや、いいですね。手すりなかったから手すりつけた。あ、そうなんですか。うん、そんな感じです。一応まあ全体の紹介終わりましたね、はい。ありがとうございます。はい、ということで、ここからはですね、うん、僕が気になっているオープンのイベントの、うん、まあ、戦略とか、はい、神戸西支社の、まあ、収支計画とか、うん、項目に分けてちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、うん、今回イベントその1000人ぐらいご来場いただいたということで、うんうんうん、結構昔とイベントの打ち方変えたんですよね。あ、そうね、去年の本社のあたりからもう車を売るっていうイベントはやめようと、はい、そこがまあ普通の車さんじゃないんで、これなかなか難しいんだけど、まず先言っとくと、昔はオープンイベントやってませんでした。そもそも車屋さんのオープンイベントってさ安くないよね、そもそも。はっきり言わせてもらうと、まあ、どこも安くはないです。あの
ラシに載ってる車が安いことはあるけど、それを見に来た人に10台赤字で全部売るんよ。お目玉商品みたいなやつね。そういうのはやりたくない。安く見せてそれが買いに来てそれ売ったって知らないし、それを期待してきた人に他の車売るっていうのは俺は嫌なんだよね。解釈としては一部の人には安いが、一部の人にちょっと高くなっちゃってるみたいな、言葉選ばず言うと釣り広告よ。でもそれはもうどこの会社もそうやと思うよね。まあそれ分かってきてる感はありますよね、だから僕たちのスタンスそれはやらなくて、例えば、はい、まあ、4年前かな、姫路オープンした時は、新規のライティング一件だったからね。あ、オープン日ですか。そう、オープン日一件、チラシも広告も全くやらずに、それでよかったよね。やらないとそうなるってことですよね。そう、逆に中途半端にお客さんを傷つけるというか、まあ、安いふりして呼び込むぐらいだったら売らないと方がいいだろうと思って、その一人を大事にして売っていくっていう戦略を取ってたんだけど、それよりも何だろうここってのは車屋かぐらいでいいよね。カーセンサー見た時に安いなって思ってもらえるように、今より値段が全部安かった。バティカ当時安いっていうのを売りにして売ってた時期よね。その時はとにかく広告打たんけど、とにかく安い、もう全部削って本体価格を抑えて、いい車が安いっていうのを目指して、とにかく数ってタイトル取りに行ってた時期ね、四国ナンバーワンとか上半日本一取りに行ってた時期やから、もうカツカツよね。もう黒字か赤字かぐらいでとにかく鏡込んでやってた時期で、その時期を経て信用がついてきて、知見もたまって数の経済が効いてくるようになってきたわけ。もう年商ね、去年何度上、今年100億超えるよ。規模の経済が結構効いてくるようになってきて、そうなってくるといろんな原価も下がるし、そんな安くしなくても買いに来てくれるようになったから、ちょっと利益上げさせてもらって、扱う車も上がって利益率が上がってきたから、もう安いのはやめたって感じ。なるほど。まあ、でも安いと思うけどね結構。まあまあ正直って言ってもカーセンサーで大体1ページ目に必ず出てくるぐらい、絶対出ると思う。それは値段は絶対逃げないって決めてるから、まあそれはやってるんだけど、そういうフェーズになってきたんで、まあ SNS のおかげで集客ができるようになってきましたね。今はもうだから逆に広告費使うぐらいならおごって喜んでもらおうというイベントに切り替えて、はい、遊びに来てくれ1人1000円まで僕のおごりですっていうイベントに切り替えたっていう話ですね。なるほど。キッチンカーとかですか。そう、キッチンカー、3台4台来てもらって、でもほんまに今回内容すごい良くて、子供騙しみたいにないガチキッチンカーで本当にすごい良かったよ。まあ、ハンバーガーとかもあったし、ベビーカステラもあったし、いっぱいいっぱいあって、とにかく1人1000円までおごりなんで、4人家族で来たら4000円おごりです。全部500円の均一してもらって、1人2食前食べれるわけで、家族でシェアしたりして、はい、まあ、そういうイベントやりますよって言って、目標1000人にして置いてたわけ。高松のイベントが1000人ぐらいだったんや、はいはい、ここも駐車場見ても通りそんないから、天井全部どかして、建物は大きいですが、なかなか置き場所がね。だから30台キープしておいても、30台がずっともうオープンの通りいっぱいで、もうずっと車が止まってるような感じになって。そうですよね、目の前も交通量めちゃくちゃありますからすごかった。それで3日間で約1000人来てくれた、はい、多分1000ちょっと超えてると思うんだけど、シンプルで100万ですよ1000人で。チラシでまあ何百万使うよりかは100万おごるよって言った方が、どう考えたってお客さん喜んでくれるわけじゃん。確かに俺ら今日売りませんのでって言ってるから、もうとにかく遊んでたわけ、輪投げしたりして。車ってなかなか気楽に買うものでもないですから。そうね、正直チラシ売ったら1000人呼ぼうと思ったら、これまであらゆる車さん見てもらってるけど、1000人呼ぼうと思ったら500万ぐらい突っ込んで呼べんと思うよ。今まで何億と投資してきたから、大手の知名度とか店構えとか立地とか使っても1000人呼ぼうと思ったらやっぱ500万じゃ呼べんと思う。じゃあよくそういったチラシに入ってるようなイベント、そのぐらいかかってるとか結構多いと思う。そう、1人1万ぐらいって俺ら計算してたよね。20万ぐらいね、売れたら儲かるから成立するんだけど、まあ、来場コストというか。そうそう、100万で1000人呼んだって言ったらもうみんなびっくりすると思う。さらにそう、呼んだだけじゃなくて、高松線でやった時は翌週から爆発しますよね。まあ、やっぱバディカで買いたい、車売りたいって言ってくれる人が多いし、インスタグラムでもみんなやっぱ上げたいじゃん。結構タグ付けして、バディカ来たよなんていうことで発信してる人多かったですね。まあ、こちらの測定によるともう100万人以上届いてますよ。だからもうそんなもんじゃ全然ないんだけど、チラシは10万世帯にいたら100万ですよ。100万人届けたら1000万かかりますよ。だけど俺たちはバディカ行ってきたよってお客さんが自ら上げてくれて、その知り合いとか会社の人が聞いてくるわけじゃん。それが高松ではもう爆発したわけ。来てもらった人の仲いい人たちにリアルに広がるし、そう、これ見せかけでやってるんじゃなくて、ほんまに社員に売るなよって言って楽しもうぜって言ってるから、お客さんも楽しいわけ。見せかけでよくやるのよこういうイベント、ぬいぐるみ来たりして。俺たちは楽しんでやってるから、お客さんやっぱエンゲージメントが上がるから、言いたくなって宣伝してあげるよ、連れてくるよ、紹介するよっていうのが生まれて爆発するんだけど、それが神戸でもやっぱ狙いとしてはあって、そのイベントのおかげで1000人ともまた車買いに来てくれたりってくるとは思わないけど、半分以上は車買ってくれると思う。先々でもいいですし、まあ、そういった人が増えたら嬉しいですよね。そうね、機会は作ってくれるじゃん、はい、だからまあそれは狙いとしてあるということですよね。まあ、イベントはじゃあその狙い通りで、まあ、ある意味ちょっと言い方悪いですけど、コスパよくそう、ね、たくさんの方に認知を取ることができて、うん、そこからこの収支に関して店舗ビジネスしたくないみたいな意見多いじゃないですか。あ、もう最近はね、そうリスク高いよとか、一瞬で何千万溶けるよとか、そう、ね、怖い人多いと思うんで、ちょっとそういった収支計画みたいなのも聞ければシェアしよっか、はい、まずここの店は、ね、居抜きで借りてて、家賃とかはまあ相手さんがいるから言わないけど、そんな安くないですよ。ざっくり言うとこのお店にかけた方が
金が、まあ、7000万もうちょっとかかってるから7000万円かけたんだけど、うん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 、多分7000万って感じだと思います。僕は昔だったらそれかけてなかったんや、絶対キャッシュが余裕ができてくるからみんな頑張ってくれたおかげでね、はい、だからそれは投資するけど、実際でもこれバランスシートって難しい話だから結構割愛するけど、はい、7000万キャッシュは飛ぶけど PL 上赤字に触れるわけじゃなくて、うんうん、7000万が現金っていう科目が建物に動くだけなんで俺的には動いてないわけですよ。だから実際問題で減価償却費としていろんなものによるんだけど、まあ、10何年で償却していきますよ。そしたらね月50万ぐらいだよ、ざっくり、まあ、5、60万ぐらいかな減価償却費。そしたらさこの店舗さ俺一人分って考えてるわけ、店舗が一人でこれ全部やって一人浮くと思ってるわけ、集客する人、候補の人とか、ここまでこだわることによってそうその分対価が得られる、得られる。だからもう正直この店舗があるってことで珍しいって言って県外から来てくれたり、うん、買ってくれることもあると思うよ。社員もエンゲージメント上がるわけじゃん。車屋さんっぽくないですよね、いい意味で。そうね、ブランディングの観点からしてもさ、俺たちは他の車屋さんとは全く違う、これまでにない形を目指してるから、デザインもみんな一緒じゃん。俺らもそうだったけど、はい、やっぱりもうお客さんから見てあなんかいいねって思われる状態、うん、服屋さんとか美容室スターバックスってもそうやし、空間やっぱいいとこはいいよ絶対、うん、まあ、こういうこと言ったら結構車さん俺は金ないのにディスすんなみたいな結構書き込みあるけど、だけどやっぱりお客さんとしてはやっぱいい空間なのでそれいいわけじゃん、うん、絶対来たくなる方がいいですよね。やっぱ落ち着いて整備ね待ってる間とか楽しめたり、うん、それが便益として用意した方がいいと思ってるし、みんなもしてもらいたいからやっぱそこは投資するっていう感じのイメージでやりました、はい、言うたら月50万余分に払ったらその分車が絶対売れるだろうと思ってるし、それはそうなるよ間違いなく。50万円ぐらいの減価償却費で100万200万円分ぐらい働けしてくれると思うけど、チラシ買ったんでよくないよね、お客さん勝手に写真撮って上げてくれてたら冷蔵庫までこだわってるとかね、 SNS やってるメリットもやっぱありますし、見てこうジャンプレベルです可愛いんだけどとかって言って写真上げてるとか、この色あるんですかとかで俺 DM 来たりとか、塗ったんだけどって思いながら、僕も見ましたよネット通販、オレンジないしと思って見たね見ました、そう大変ないけどね、でもまあそういうメリットがあるんでやりましたという感じです。ついで言っとくと、もうネットで何でも買える時代やから、うん、場を作れるものだけが店舗ビジネスを制すると思う、はい、場を作れなかったら無理やと思う、飲食店にしても何しても、うどこもそうやもん。それはやっぱりブランド独自の雰囲気とか場とか雰囲気とかね、まあ別に綺麗にしろとかお金かけろっていうわけじゃなくて、もう場よね、うん、接客とかも含めて、うん、場がないとそれ以外はもう意味ないよね、うん、だからそれは俺たちもやっていかないといけないし、それをやることで広告とかが削れたり採用費が削れたりしてお客さんに車の安く提供できるっていう風になると思ってるし、今現状そうなってるよね。普通の会社が使ってる採用と広告宣伝費俺はゼロやからね、普通に採用するに何百も払ってねえからね、大手だったら。エージェント使ってる会社も、まあ、大手たくさんありますよね。テレビ CM いくら使うか知ってますか皆さん。 SEO とかでも億単位で突っ込んでるよ毎月ね、あれが俺ら1円もないんで、そういう感じでそれはもうこういう話題作りとかブランディングにかけていくってことが重要だと思ってます。だからまあこれ共有できる話でいくと、店舗には絶対お金かければいいね、かけれるんだったら、うんうん、綺麗に正せるっていうだけじゃなくて特徴がある、あこれバディカじゃん見たら分かるやん、前は俺たちは赤で統一してたけど、今オレンジだけど全店何億円もかけて改装するけど、それによって広告費を削るっていう感じがまあ一応戦略としてありました。そんな中、うん、この店舗でも実際に毎月経営するのにどのぐらいかかるかとか聞いてもいいですか、うん、1000万ぐらいかかるね最低、ランニングコスト1200、300万ぐらい落ち着くんじゃないかな、だから1台もないかと1000万赤字ですよね。結構そこが普通は怖いっていう感じだと思うんですけど、そうやね、中さんどう捉えるんですか。ここからが店舗の収益の話なんだけど、はい、冒頭にも触れた、ここは初月からおかげさまで黒字ですと。実はこれバディカ神戸西仮っていう形で運営してたんです。実はもうオープンする前から、ここ工事中だけど2階でさっきご案内したところで、はい、あそこで買取だけやらせていただいてて、うん、買取した車を貯めていってたり、うん、それの売却が今月進んでいくのがすでに、うん、だから店舗ビジネスしてるけど僕たち業販っていうのを持ってるんで、業者さんに卸すっていうのがもう日本一ですから、それを持ってたりオークションにも出品する代行とかもやってたりするし、そういうのやってたおかげで実はもうオープンの前月から実はじわじわと活動して、そこでプレオープン的な形でやってたんで利益を蓄積していってたのと同時に、俺たちこれ結構ドミナント的にやるんだけど、福岡も同じやり方するので、僕たちは3年前姫路を出して、姫路はもともと2人でスタートしました、うん、そこでどんどん仲間とかお客さん取引先とかの仲間を集めていって信頼を積み重ねていって、はい、人数がオーバーフローして、はい、席がもう座んれなくなります。いやびっくりしました、姫路、ね、ちょっと狭いショールームではあったじゃないですか昔ね、もともとね、はい、あそこにだから10何人いたんだっけ一番最大、そうですよね、それでもどんどんもうドル箱やね正直、うん、もうそれでもお客さんが常に溢れて、もういつも座るとこがないぐらい、うん、お客さんが待ってもらう車じゃありえんようなことが起きて、じゃあ出す、溢れた分で出す、ドミナントって言うんだけどね、はい、その地域だけ攻めていくんだけど、うん、そしたらさ採用もここで神戸西店、神戸寄りの人たちがそのまま移動できるし、この人たちも転勤とかないし、そういうの出すよっていうことでここでプレデキンやってたら仲間が集まってくる、それは期間2ヶ月ぐらいあってオープンしてるんで、実はもともとこっち蓄積した顧客をこちらに来てもらったって感じ、
俺たちもこれはもうずっと前から戦略として考えてたから、だから昔から無理してもうさっき関西に出たり、うん、福岡に出たり千葉に出てたりしてるわけ。でこれは本当に俺たちのやり方でちっちゃく出してそこで仲間集めて大きくちょっとステップアップする。福岡もそうで、福岡南っていう偏僻なところに2人でオープンして、もうそこにも15、6人おるよ。そこで久留米店っていうのを2200坪の店舗にバッとオープンして、はい、2200坪もすごいです。これもまた、うん、結構でかいよ。でそこにオープンするんだけど、そこに来年4月5月ぐらいになるかなオープンなんだけど、実はそこも仮店舗でバリカカッコ仮っていうので運営します、うん、もうオープンが続々決まってるっていうところ。そうですね、はい、それもまたニーズがあれば公表しますけど、バリカカッコ借りっていうのでオープンさせていただきますので、うんうん、それはそれで、その間はもちろん店舗の固定費が安いんですよ。だから立派店舗が工事中だから、プレハブを俺たちが買ってオリジナルでそこ設置してやるんだけど、その間はもう安いん、シンプルにその間は安くします。もうなぜなら店舗が立派じゃないから、お客さんはそれはそれでベネフィットもあるし楽しいじゃん。もう店できてきたなとか、そういう話ができるから、そういうエンタメ化してそのできていく様も見てもらうし、うん、社員のおもろいのはやっぱ できていくの見ていくっていうか、うん、まあ、そういう風に練習期間だし、キャッシュポイントもそこのもう前にずらしてちょっとずつ芯を貯めていくというやり方。一般的にはそのオープンして工事が終わるまで赤字ホールみたいな感じのところが多いですけども、うん、まあ、待て方は先にそう。だから普通の人たちだったらそうずっと半年以上かかるかな、半年寝かしてそこでバーンと広告ってやるじゃん。俺らはここからじわじわやってその間安く提供しつつ高く買い取りしたりね、うん、して提供し続けてお客さんを貯めていって、社員も貯めておいてチラシを打たずにパッとお客さん集まるみたいな、うん、この人たちも告知していけるじゃん、うん、オープンで来てね、うん、来てねって、友達連れて来てねって言って、まあ元々いた既存ユーザーさんとか、そう毎月、うん、はい、この店1000万ぐらいかかるところも、うん、まあ、そういった形でオープン前からしっかりクロージできるように、そうね、まあ、それはじゃあ仮店舗の時からやるっていうところと、うん、まあ、小さく始めて、あとはそう積み重ねていくってことね。採用も出さないとやっぱイメージ湧かないよね、多分来る人たちもね、はいはい、だからそういうのもできるだけ早めに早めに始めていくっていう感じ。今おかげさまでもエントリーすごい毎日いただけるから、はい、採用は本当にすごい希望を掘らせていただいてるから、うん、早めにねやっぱパッと出していくのが重要だと思ってる。俺は重要なのは形整えてやるっていうのも本当に重要だと思う、うん、それがセオリーだと思うんで、俺たちがなぜそれができるかって言ったら、はい、それをちゃんとエンタメ化できる能力があるから、店舗がちゃんとできる途中でも面白おかしくそれをプラスに変えれる、メンバーが育ってるしカルチャーもそれあるし、お客さんもそれなんか見て面白がってくれるようなお客さんしか呼んないからっていうつもりでやってます。一見難しそうに感じるんですよ、田尾さんのチャンネルがもう35万人もいるからじゃないかとか、うん、そうね、意外となんか最近インスタとか、うん、その辺もそうなんですけど、割と初めて起業しますみたいな人のインスタグラムとか見るんで、だから35万すりゃいいじゃんって感じ。俺からしたら大手のチラシとかもう彼らも振り切ってるよ、うん、俺らも広告おいおいやっていくと思うんやけど、あの規模の経済やっぱすごいから、うん、俺らももうポジショントークで SNS で言ってるけど、彼らと広告勝負したらもうダメ、彼らの土台上がっちゃダメよ、彼らができんことやんないと、うん、だから SNS だと逆にとも絶対どう考えてさ隠せないことが、都合の悪いことがいっぱいあるわけよ。悪いことしてたらもう SNS ではもう分かりきってるじゃん、炎上するんやから悪いこと言ってましたら。そうですね、もうよっぽど慎重にやってんだろうなって誰から見ても分かるわけよ、うん、それが分かんない人は来なくていいし、どう考えたって嘘つけんわけじゃん、ね、だからそれを逆手に取っていったら結局フォロワーも伸びてくるし、お客さんに便益を与えてあげれるから、うん、やるしかないと思うね。確かに SNS 戦略ってまあ本質的なところはこういうところですよね、うん、であとまあ店舗戦略でいくと、まあ、今後発表していきますけど、さっきも言ったグッズ、とにかくバディカのカルチャーに触れたいって言ってくれてる人がほんますごいありがたいことが多くて、車ってなかなかでも何年間に1回しか買わないから、でも来たいけど来まずいなみたいなって言ってるから、そのちゃんとみんなに来てもらえるように、で本当にいいもの、車のシャンプーとかね、タオルとか使えるものグッズとかも販売していくようになるんで、そうやってお客さんタッチポイントをどんどん増やしていくと、はい、車屋さんってやっぱ来ないように来ないようにするの、やっぱり車屋さんでそんなのやってる人って多分少ないと思うんだけど、手取られて大変じゃん、だからそれを嫌がるんやけど、俺らはむしろ来てほしいっていう感じにちゃんと体制を作って来てもらえるような状況を作っていこうと思ってます。車を買うだけじゃなくて、うん、売り買いだけじゃなくて、ちょっと来てもらったら嬉しいなと。そうね、いいですね。社員もありがとうって言えるようにね、そんな感じにしていこうと思うよ。みんなが愛されないとね、やっぱね。そうですね、これからの時代はそこが重要なんじゃないかと、うん、はい、まあ、場ですね。そうね、場作り、まあ、社員にとってもお客様にとってもね、いい場にしていきたいと思いますよ。今回は神戸西支社の店舗ツアーと戦略的なところをお聞きしましたけれども、はい、この動画がいいなと思ってもらったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで本日も中谷さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。 It's only with the difference. I'm too bad.